湘南の太陽が地球を見渡す時が来た。 Rising Sun Hinata レベルス70キロ級王者ヒナタ。昨年は5戦全勝、そのレコードの中には世界最大のキックボクシング団体グローリーでの KO 勝利も含まれる。現在グローリーでは6位にランキングされるヒナタ。僕の蹴りは世界で通用するっていうことをこのグローリーのリングで証明できてすごく嬉しいです。当然今年は狙います、世界の頂を。そんな日本の希望にはすでに世界から包囲網が敷かれている。現に前回の試合では徹底的に日向対策を練った海外からの刺客も現れた。今回はお隣韓国から、大韓キックボクシングミドル級王者ジン・シジュン。はじめまして、私は韓国のキックボクサージン・シジュンです。心が熱くなる試合を行います。かねてより日向戦を熱望していたハードパンチャーが念願を叶え、ついに標的を捕まえた。そのハードパンチとアグレッシブな様はすでに日本でもお披露目ず、新日本キックのランカーをわずか21秒でマットに沈めた。高いモチベーションを胸に鋭い歯を日向に向ける。レベルスルール、日向 VS ジン・シジュン。